よし、じゃあちょっとさっきの完成ジャンプの話しようかな。あの一番最初のこれマキオンでも確か共通なんで、エクバ2だけ違うんすよ確か。エクバ2は俺の記憶が正しければ、これ間違ってたら申し訳ないんですけど、エクバ2はこの今からやる技術は使わなくていい、使わなくてもいいんですよ、共通なんですよね。でフルブちょっとバーサスは分かんない、ごめんなさい、バーサスは分かんなくて、フルブマキオンは確かですけど、あとマキブかはこの完成ジャンプに実はちょっと秘密ってわけじゃないんですけど、これ今何気ない完成ジャンプしたんですけど、今の失敗なんですよ実は。これなんで失敗かというと、ブーストの減り方をちょっと見ていただければ分かるんですけど、これ成功です、これ成功です、ブースト全然減ってないですね、これ成功、これ成功、これ失敗、これ分かりました。今の最後のブーストの減り方よく見ていただければ分かるんですけど、どうでしょう、気づいた方いますかね。そう、ブーストの減り方がやばかったですね、最後の。もう一回いきます。最後の、もう一回いきます。減りますね。はい、もう一回いきます。これ成功です。これも成功です。これも成功です。これ失敗です。エクバ2はね、これなかったんですよ。確か、俺調べたんですよ、エクバ2で。で、一番最初に稼働して、もうすぐ稼働初期の時に、なんかこのゲームみんなブースト長くねと思ったのがこれだったんですよ、違和感に気づいて。で、はいはいはい、あ、エクバ2になってからこれ共通なんだと思って、その入力の仕方で、これ何が違うかというと、あのレバー、小ネタじゃないんですよ、小ネタでもなくて、レバーを特殊な入力をしてるわけでもないんですよ。あのレバイレッパのニュートラル完成ジャンプとかレバイレッパの完成ジャンプじゃなくて、ただ単に最速でダッシュからジャンプを押すと、最速気味ですね、だから BD から最速でジャンプを押すとブースト減らないんですよ、こういう風に減らない完成ジャンプが出るんですよ。だから BD しっぱなしの後にジャンプとかするとすごい減るって話なんですよ。今見ました、これ。ああ、本当だ、これです。これが最速じゃない場合はこんぐらい減っちゃうんですよ、完成ジャンプで、これです。しかしこれを BD やった後にすぐジャンプを押すとこういう風に減らないんですよ。これはマキオンでも確か共通なんですよね、自分の記憶が正しければ。なんでマキオンをやるっていう方はしっかりとダッシュしたら、ちょっと待たないで、まあ、だから待つ時もあるんですよ、様子見で待って完成ジャンプする時あるんですけど、その時以外は全部最速でダッシュした後は全部ジャンプを押しましょう、すぐ。こういう風に様子見てしてしまうと、あのブーストの減りが激しいんで、こういう風にこれすごい減ってますね、もうこれ3回でオーバーヒーですよ。しかし最速でやるとこういう風に4回5回、下手したら5回ぐらいまでいけるんで、これは知らない方かなりいけそう、多いと思います。あの実際トッププレイヤーだった最近だと、あのショーインフィニティとかは知らなかったですね。あのちなみに僕も初耳ですこれはあの知らない方多いです。なんでエクバ2でぜひ使えるテクニックだと思うんで、これはエクバ2では使えないです。マキオンで使えるのかな、そうだ、ごめんなさい、マキオンで使えるテクニック。だからフルブとかマキオンはよく家庭をやるよって方はこのブーストの使い方を覚えておいた方がいいです。覚えるっていうか、もう体になるべく覚えさせると、他の方よりもブーストの回数が1回から2回ぐらい多くなるよっていう感じですね。あ、でもこれ無意識に自分でやってんのかな、どうなんですかね。エクバ2では分かんないけど、エクバ2は絶対ないはずなんですよ、自分調べたんで。調べたっていうか、あの調べたっていうか、その何、隣同士で調べたわけじゃないけど、あの
自分でやってみてブースのヘリコでどっちでやっても変わんねえなって思ったんで、多分ないはずなんですよね。なんで巻き音はあるはずなんで、あのハリーさんもないですよって言ってるので多分ないですね。そうエクバツーないんだよね。そう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 、すげえ簡単にされてんだ。だからあ、しげさんありがとうございます。エクバツーで変わったの気づかなかったです。しげさんありがとうございます。ありがとうございます。スパチャ、これは巻き音でぜひみんなにやってほしいテクニックの一つっていうか必須テクニックですね。これを知らないともうなんかで相手のがブースト先に飛んでんのにブースト投げんだよっていう話になってくる。そんな感じですかね。これはみんなに教えたかった。でこれなんで俺講座動画で教えなかったかというと、あのエクバツ2では使えなかったからですね。ああ、うん、確かにそうですね。意味ないんですよね。なんだけどまあそろそろ巻き音も出るってことだし、まあこれ教えておいてもいいかなっていうことで、今日はこれを教えるためだけに配信やりました。だその前はもう前座みたいな感じで、もうなんかとりあえずまあおさらい、基礎のおさらいしとくかみたいな。はい。であとはコメントとかでこうなんか分かんないことあったらそれに対して答えようかなと思ってたところで、本当はこれが一番教えたかったんですよね。だから一番人多い時にやりたかったっていう、みんなに知ってもらえるように。